はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、念願のキャラですわ。もう実は結構前に取得してたんだけど、マジで欲しかったキャラクターである、こちらの水着シルバーですねが、まあ手に入ったということで、ちょっと今回は触ってみたいなというふうに思っております。まあこの水着シルバー、まあ、かなりね強くて、実際最速を目指す編成とかでもぶっちゃけ採用されるぐらい、そんぐらい、パワーにあふれるキャラクターなんで、まあすごい強いんですけど、今回はねフルオートでも使えると。まあフルミザフルオート多めなんだけど、まあ普通に使うのもいいんだけど、フルオートでも強いっていうところをちょっと今回見せたいね。でまあシルバーの強いところとしては、まあ一浴びが、ね、毎ターン発動するんだよね。一浴び毎ターン発動して自分の最大 HP がどんどん減ってくって、いつかはもう3ターン目、もう4ターン目、5ターン目ぐらいには落ちちゃうぐらいな感じなんですが、奥義効果でスロー持ってんのね。奥義でディスペルとスローを持ちながらも毎ターン奥義をかますことができるっていうようなキャラクターになってる。でしかも3ターン後にバリーシューティング、サブメンバーの1人入れ替えてステータスを大幅アップさせますよっていう効果になるから、自分の最大 HP が 10% になった後にはもう3ガビ使って撤退するんだよねっていう、まあ面白いキャラクターですね。うん。でまあ今回はこれを生かすために、編成を用意してきたのはこちらだな。まあ水着ブローディアと合わせる。まあお前いつも通りじゃんと思うかもしれないけど、水着ブローディアの一浴びって全体カバー3ターンじゃん。つまりシルバーの一浴びの間をこう全体カバーで耐えつつ、で HP10% になっちゃった、もう落ちちゃうよーってなった時にバリーシューティングがちょうど発動するから、一浴びの3浴びの起動ターンをブローディアの一浴びで耐え、シルバーが3浴び使う時にはもう後ろから、まあ今回はねナルメアを出していきたいなと思います。まあナルメアはね全体カバープラス 99% のダメ反射があるんで、めちゃくちゃ硬いんで、もう実質最初の4ターンはもう無敵と言っても過言ではない。最初の4ターンだけはもう必ず死ぬことはないっていうような、まあとんでもアタッカー編成ですね。95ヘルとか割と全然これガチであるんじゃないかってことで、まあ編成もねゴリゴリダブル石油成金システムで、今回はちょっとぶちしばいていきたいなというふうに思っております。それじゃあ、早速いってみましょうか。まあ、フィオリトとかと比べる、まあ、フィオリトがさ、なんか俺フィオリトの奥義がよ、ディスペルだけじゃちょっと物足りないよねみたいな話をしたんですけど、その理由も、まあ、シルバーもあって、まあ、ディスペルとスロー持ってんだよなディスペルとスロー持ってるキャラがいて、フィオリトがちょっと、まあ、ディスペルオンリーでちょっともう一個欲しいなっていう。でまあシルバーのすげえ強えなって思うところとして、攻撃ダウンも持ってんだよねシルバーって。そう、シルバー攻撃ダウンも持ってるから、まあで2浴びの180秒の攻撃ダウンをぶちかました後にドパーン、2浴びの攻撃ダウンをぶちかました後に後ろに帰っていくから、デバッファーとしての役割も持てるんだよね。うん、まあ、そのあたりがすげえ強いところかな、バケジこれ強くない？相手の攻撃アップをディスペルして、特殊技は何も打たせずに、最大 HP はどん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 減っていって、もはや4桁最大 HP4597。 これ初心者の頃思い出しますね。ドパーン。そう、まあ、初心者の頃を思い出す、もうワンパンでポコパンでポコパン決められて死ぬぐらいの感じですけど、ブローディアの一浴びの全体カバーでもう4500の HP が削られることは 100% ないような状態になってます。でここで、ああ人狂の展開が不可侵回帰なくなっちゃうなって時に、バリーシューティングで後ろからナルメアが出てくると。でもナルメアの攻撃性能が大幅アップしているから、この通常攻撃がドパーン220万ダメ上限とか上がるんだよな確か。うん、めちゃくちゃパワーが、おお水牢効果、まあ、防御性能、防御力が下がっちゃうっていうデメリットがあるんですけど、まあそのあたりは気合でどうにかしましょうそのあたりはもう気合でどうにかしていただいてっていう感じなんですが、定売されていく、お水のお姉さんから定売されていく。エウロペと相性が悪いっすねミザまただ。なんでかっていうと、そのエウロペのその水牢効果のターンにナルメアが3アビを使っちゃうから、その全体カバーでナルメアに吸い寄せちゃってたね。
そうだから、まあ、水牢効果なの。マキラってさ、鼓の音がマックスの時にマウントつくじゃん。そのマウントがない状態で後ろから引っ張り出しちゃったから、この動きは、まあ、あの後ろなる目は相性悪かった。例えばだけど、あれだったらよかったかもね。あのザッチャーン、いくよ、靴下は履かないよ。あのメル、そう、あのメルーのメルーとかだったら一夜目で弱体無効ボタンとかついてるよね。だからまあそのあたりでブロックを狙うとか、ナルメア以外だったら何でも良さそうだけど、ちょっと今の動き、今回の編成の動きはちょっとナルメアは相性悪そうな気がする。まあ、ただスピード速いんじゃないのこれ。スピードも結構速くなってるんじゃないかなと個人的には思っているんですけれども、いかがでしょうか。さあもう 50% でしょ。今ので3分台かな。これが今3分台の時点で 50%。 うん、まあだから最初の安定感がすごい高いんだよね。古戦場で想定すると 85%、まあ、150Hz で例えば想定したら 85% の特殊技を、まあ、あの受けて、でまあ、あのブレイクだよね。まあ、古戦場の 150Hz のパターンを語ると HP100% から 85% で特殊技を食らいます。で 50%、まあ、なんなら 55%、60% ぐらいの時に敵がブレイクします。で 50% の特殊受けますっていうのが、まあ、序盤のパターンなんですよね。だからあの序盤を度安定で動かすためには敵の特殊技を、1度2度ないしは遅延させたいんですよ。なんでかっていうと 85% の特殊を受けてその後にブレイクをさせますよっていう工程まで CD マックスの特殊技を受けたくないから、うん、なんだけどその時にその序盤にしっかりとスロー効果で遅延をかましながら、ぶちかませるシルバーっていうのが結構優秀なんだよね。そうフルオートとかでも、まあ、ただちょっとあのさっきも言ったように、最大 HP が1アビ使うたびに 30% 減少してしまうから、そこら辺考えると、水着ブローディアのブロックとかはしっかりとしてあげないと大変なことになっちゃいますよみたいなことこそあるんですが、ナルメアパンチャー、うん、まあ、逆に言うとそれさえしっかりしていれば、まあシルバーはかなり有効に働くかなっていうような感じです。で、まあ、今回 95Hz とかにどうなんだろうぐらいの攻撃寄りの編成なんだけど、クリアできないことねえよな。さすがにないだろ、さすがにないだろ、そんなことはクリアできないなんてことは、いや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 、まさかまさかな、まさかまさかそんなことがあっていいはずがない。攻撃をダウンしてくれたんだ、シルバが。ニアビで。シルバがニアビで攻撃をダウンさせてくれたんです。なんとかしてみせます。頑張れ。頑張れ、ナルキュア。ナルキュア頑張れ。調子出てきました。いや、詰め切れるな。いや、水着ブローディア水着ブローディアのブロックのおかげでなんとか攻撃し続けることができそうです、うん、まあ何にせよね、シルバーは序盤の安定に、かなり寄与してくれるキャラクターなので熱いんじゃないかなっていう風に思ってるっていう話だな。まあ、スピード寄りのフルオートでもそうだし、さっき言ったようにそのあの最初の 150L の安定用とかでもいいかもしれない。ただまあデメリットとしてはあのうおおまた入れ替える。ああさすがにバリーシューティング僕にだってできるはできないんだ。さすがにモノマネはできないらしい。交代を後ろに下がるだけだぜ。引くことを覚えるかやばい、皆無に行ってしまった。引くことを覚えろカスを出てしまいました。失礼、 FPS の血が、引くことを覚えろカスがちょっと少々出てしまいました。引くことを覚えてないらしい。後には被験ぞ効果。さすがにこれはちょっと暴言が過ぎたわ。皆無くんにちょっと言ってはならないことを言ってしまったかもしれない。軽い気持ちだったんです。ただただ軽い気持ちだったんですけれども、ちょっとなんかとんでもないことを言ってしまったような気がします。はい、でこのまんまアビリティを連打して、おら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 、ダブルディール全然合わねえな
ダブルディールとの相性が悪すぎる。ということで、まあこんな感じでしたね。まああの序盤にスローをぶちかましてあげられるよっていうところで、まあ古戦場で言うと 75% の特殊、85% の特殊で敵がバフをつけてきましたよってなった時に、まああのディスペルをかますことができる。かつ、例えば 150Hz だったら 85% の特殊技を受けました。で、そこから 50% の間までに敵をブレイクさせたいですってなった時に、1枚スローがあると結構安定したりとか、まあもしくはグラビティが必要だったりするんですよ。その時ってフルオートで考えると、まあ、グラビティないしスローが欲しかったんですけれども、まあ、シルバーはスローを持ってるよっていうところで、まあ、グラビティ切りとかはちょっとできる可能性はあるっちゃありますね。まあ、グラビティ切りをする理由は特にないんで、まあ、グラビティ2回目のグラビティ入るのをお祈りしたりとか、まあでも言うてこの編成グラビティ持ってんだよな、ブローディアが。まあそのあたり考えると、まあ別にそんなブローディアとシルバー合わせんならグラビティの話は特にしなくてもいいんだけど、まあスロー持ってるからかなり便利ですよっていうような感じでございました。うん、まああと意外と忘れがちなんだけど、水シルバー光シルバーと同じようにサブメンバー時効果に4チェ発生時土ダメってのがあるから、まあ古戦場のお肉集めとかもしやすいかもしんないね。うんっていうところで、まあいろいろと、フルオートでも強いし、肉集めでも奥義軸で可能性あるし、で普通に使えますよっていう上でも最適解にシルバーが必要だよみたいな、最初にシルバー使って後ろからナルメア引っ張り出すみたいな、まあそれこそ今みたいな動きをこう普通に最速タイム出しますよ、狙えますよっていう時に使ったりするんで、まあそういう風に考えたらね、シルバーはかなり幅広かったんで取得できて嬉しかったな。去年取りたかったんだけど取れなかったんだよな。解放武器もね強いんですよ実は。ブリスラグナサンドカモよいしょ、技巧ついてんだよな確か。イクシード鋼人技巧みたいな、確かそんな感じだったよね。そんな感じだった気がする。鋼人が国旗に上昇するんだったかなみたいな感じだったんで、ブリスラグナはちょっと欲しかったりもした。あれ俺アニバで交換したのか無理やり取ってきたんだな。まあ夏場、まあ今はちょっと関係ないかもしんないけど、まあもしかしたら水着ガチャって7月とかに来んのかな。どうなんだろうね。古戦場までに来たら、まあワンチャン水着シルバーも熱いっすよっていうところで、 AK4 がいっぱい持ってんな。これ3本目作れんな。ということで、大威厳の最終上限会話が楽しみそっちも楽しみやな。シルバーも強いけど大威厳も楽しみだなという、まあ、ふと AK4 を見て思ったという話でございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね。